こんにちは、おはようございます。はい、5月30日に網会をね、開催しようとしていたんですけど、急用ができてしまって、開催できなくなってしまいまして、申し訳ございません。そんで、6月の6日、1週間後、6月6日の木曜日に、やろうと思いますので、もしご都合のいい方はね、1週間ずれちゃうんですけど、参加してもらえたら嬉しいなと思います。よろしくお願いします。もう6月6日こそは何にも予定が入んないと思うので、私が急になんか熱とか出さない限りは開催しますので、よろしくお願いします。で、私がいつもお菓子作りが好きで、お菓子をよく作っているんですけど、もしね、手作りお菓子に、抵抗がない方は、私がタルト焼こうと思いますので、一緒にね、食べながら、お茶しながら、編めればなと思います。6月6日の、11時ぐらいから、3時とか4時とか、夕方ぐらいまでできればなと思います。ちょっとね、タルト、私は、ザクザク系のお菓子が好きなので、タルトとかクッキーとかよく焼くんだけど、もうた、や、作るのも食べるのも好きで、まあよく焼くけども、食べてくれる人がいなくて、旦那さんは甘いもの嫌いだし、あともうお客様にも結構配ってるんだけど、もう結構配っててね、毎度毎度開けてたら気使われちゃってもなぁと思うので、な、毎度毎度もね、あんま配ってなくて、どんどんなんか、もう結構常連様には配り終わっちゃって、っていう感じで、で、手作りお菓子って抵抗ある方もいるからさ、みんながみんなにちょっと配れないしなって思って。なんで、ちょっと食べてもらいたくて、てか私が作りたくて、作らせてもらうので、もし抵抗がなければ食べてもらえたらなと思います。ちょっとタルト失敗したらクッキーになるかもしれません。最近ね、タルト失敗する率も高くて、半々くらい、成功する時もあるし、失敗して型が外れない時もあって、ちょっとでもコツを教えてもらったんで、多分次は成功すると思うんだけど、一回また練習というかまた焼こうかな。今まで作ったことあるのは、ナッツタルトと、リンゴタルトと、チーズケーキタルト、チーズタルトの3種類はね、作ったことあるんで、3種類の中から何か作ろうと思います。なんか網会ね、前回お一人様参加してくださったんですけど、お一人様だったので、今回もね、あんま、まあ誰も来ないんじゃないかなと思って、まあ別に、まあ開催できなくなっても、まあ、いいだろうというか、誰も何も思わないだろうって思って、なんか予定入っちゃったけど、まあいっかみたいな感じで、網会キャンセルすればいっかみたいな感じだったんだけど、もうちょっとちらほらね、DM いただいて、行こうと思ってたのに、思ってたのにっていうか、行こうと思ってました、次回楽しみにしてますみたいな感じでね、DM いただいたりして、あ、なんか参加しようとしてくれてた方、私が思ってたよりいたんだって思って、本当にすいません。そんなにね、誰も来ないかと思ってまして、こちらは。で、まあ、よくね、網会って、参加費募ったりとか、予約制とかのところが多い。まあね、参加人数ね、事前に分かってた方が、主催者側としてはいいしね、目処立てれるし。予約制のとこが多いかなと思うんですけど、なんか予約しちゃうと、なんか私もそうだけど、なんか
前日とか当日になんか行くの億劫になるとかいう現象になるので、当日になって来たい人が来てもらえればいいかなって私は思ってるので、参加表明とか予約制にしてなくて、来たい人がプラッと来てくださいみたいな感じにしてるのでね、当日まで何人来ていただけるかは全然わかんない状態なんですけど、まあ10人は来ないでしょう。5人も来ないと思うんですけども、そんな感じで、こちらは用意させてもらいますので、参加できる方は一緒にね、6月6日、まあ、ちょっと1時間でも30分でも顔出しても、編んでもらえたらなって思うし、まあ全然ね、ケーキ食べなくてもいいし、ケイト買わなくてもいいし、ケイトだけ見に来てもいいし、まあ本当自由な感じでやらせていただきます。で、いつも言うんですけど、動物アレルギーの方はご遠慮いただいた方がいいかなと思います。あと、ポンちゃんが怖いなって思う方は、ご遠慮いただいた方がいいかなと思いますので、よろしくお願いします。そんな感じかな。6月6日。6月6日は晴れるといいなって思いますね。そして最近はこれね、もう全然わかんない、キラキラのファイバー入れてるんですけどね、これも。あー、なんでこんなに映んないんだろう。まあ、これをね、紡ぎました。原毛とカラフル、原毛をカラフルに染めて、さらにキラキラを入れたやつで、原毛だからね、ちょっとポコポコしてるんですけど、これはね、汚れを落として、汚れを落として、洗いからやった原毛だね。洗って、草とか取って、カラーリングしてってやつです。ポコポコな感じが、味があって可愛いんですね。こちらは、湯通しじゃなくて、何？撚り止めして、お店に置こうと思います。確か、100メートルくらい、後でちゃんとメモ見る。100メートルくらいあったんで、1000円くらいで売り出すと思います。で、これは自分用ね。ずっと紡いでる、シルバーさんの羊毛。これも原毛ですね。これでようやく500メートル分ぐらいは、全部合わせて、今500メートル分ぐらいになったんで、あと500メートル分ぐらい紡げれば、まあ、ウェア編めると思うんだけどね。シンプルなウェアだったら、1000メートルくらいあればいけると思うんですけど、それを目指して、こちらもちまちま紡いでまーす。そんでこちらがね、シェットランドウールと、ナイロンファイバー？ナイロンの繊維を購入して、ナイロンとシェットランドをミックスして、ハンドガーターじゃなくてドラムガーターかけて、紡いでみました。で、ソックヤーンを作ってます。結構ね、丈夫ですね、やっぱり。ナイロン引き揃えてると。まあ普通の羊毛も丈夫だけどさ。こちら端子の状態でも結構ね、丈夫だったんですよ、切れなくて。でも、ナイロンがめちゃめちゃこう主張してくるんですね。結構主張が激しいんで、最初ね、ソックヤーン作りたかったから、 75g シェットランドウール、 25g ナイロンで混ぜようと思ってやってたんだけど、 25g もナイロン入れると、なんかもう結構シェットランドの風味がなくなってきちゃうなみたいな
結構白くなっちゃう。ナイロンが白だから。なんか、ほぼナイロンに汚染される、汚染？ナイロン味がすごくなっちゃうから、ナイロンもほんと減らしてって、結局 75g に対して 10g ぐらい、10g? ぐらいを使って紡ぎました。それでももうちょっと少なくてもよかったかもしれないレベルで、ナイロンが結構入ってんなーって感じなんだけど、まあまあこれはこれでおしゃれで可愛いんだけど、シェットランドだけの部分もね、あるけどね。こんな感じ。これをまあ、一回、スワッチとか編んでみて、洗濯機とかにかけて、どうなのか調べたいですけど、シェットランドウールの方が別に、防縮ウールじゃないから、ただのシェットランドウールなんで、洗濯機かけたら縮んじゃうのかなと思うんですけど、どうなんですかね。ちょっと大きめに、スコットランド人の方の私が紡ぎ車をね、買わせてもらった店主さんがスコットランド人なんですけど、そのスコットランド人の方の故郷で、このシェットランドの羊が結構いるってことで、すごいシェットランドっていう言葉にね、惹かれていたので、そのスコットランド人の店主の方に、シェットランドウールを使ったソックヤーンを作って、靴下を編もうとしております。もう、スコットランドとかシェットランドとか、ちょっとカタカナがいっぱいでわけわかんなくなっちゃうんですけど、そう、スコットランド人の方に編もうとしております。この靴下を。なんで、あんまり、防縮糸じゃないから縮んじゃったら、あれなんで、ちょっと大きめにね。もともと足が 29.5 ですって言ってたんで、もともと大きいんですけど、まぁ、ちょっとゆとりを持ってね、編もうかなと計画しております。まあ、まずスワッチ編んでみて。で、これがね、55g で166メートル作れたので、まあ、ナビ太よりは細いけど、フィンガリングよりちょっと太いって、何？スポーツっていうのかな？スポーツぐらいだと思うんですけど、まあ、そのくらいだったら普通に30目、30目、60目ぐらいの目数で靴下編んでけば履けるのではないかと思うんですけど、楽しみですね。これがまあ 55g で、あと半分、あるので、ドラムカーターがかけたパッツが、それで、まだこれ同じぐらい紡いでいこうと思います。かわいいね。で、このシェットランドウール、初めて紡いだんですけど、めちゃめちゃ紡ぎやすいっていうか、めっちゃ伸びてくれて、楽しかった、紡ぐの。やっぱね、これは、ロムニーか。ロムニーよりもすごい伸びる感じ。楽しかった。まだまだあるから、シェットランドも。でも、ロムニーの方が、弾力がある、もちもちするかな。こっちはサラサラするかな。ちょっとでも私はまだまだね、紡ぎ歴が浅いので、この羊に、どの羊がどんな感じってまだ全然ね、触り慣れてないんですけど、楽しいですね、シェットランド紡ぐの。すごい伸びるんだよね。だから細く
まあ、フィンガリングにちょっといかなかったけど、でも細く紡ぎやすかったです。これはね、メリノウールなんだけど、メリノウールよりは全然こっちの方が紡ぎやすかったんだけど、シェットランドの方が。私は。つむじエリーナとすごい相性が良かったと思います。で、これも全部手紡ぎ糸で編んでるショールですね。手紡ぎ糸、ちょっとね、色がほら、ちょっと、ムラになってんですよね。同じ鍋で同じようにね、色染めたんだけど、やっぱね、羊毛を染めると中の方が、なんつうの、中の方まで肉眼では染まってるように見えるんだけど、乾いても染まってるように見えるんだけど、だから紡ぐと繊維が伸びてって、なんつうの、なんか薄まっちゃったり濃くなっちゃったりするんですよね。なんか肉眼ではちゃんと一定に染まってんなって思っても、このわたわたの状態では。でも紡ぐとどんどん細くなってて、もう繊維の方までは染まってたり染まってなかったりして、なんかこうムラになるっていうか、薄いとこもある、薄く紡げちゃうとこもあれば、ほらね、濃く紡げちゃってるとこもあって、なんつうの、なんかグラデーションじゃないけど、グラデーションみたいな、なんかよくわかんないけど、段染めみたいな 感じに、これ見てもさ、普通なっちゃってて、まあ別に私はこれでも可愛いからいいんですけど、もう本当にこういうね、変わっちゃうのが嫌だなって思うんだったら、多分、一色で染めたいんだったら、羊毛、白い羊毛を紡ぎ終わって化繊にした状態で、染める方がいいかもしれないですね。一色で染めたいんだったら。こうカラフルにしたりとかしたいんだったら、羊毛の状態、わたわたの状態で染めて、紡いでいろんな色が出てきて糸になっていくのがね、楽しいし、そっちの方が紡いでるのも、紡いでる途中も楽しいよね。楽しいんですよ。真っ白の糸をただただ紡ぐよりは。だから最初に染めて紡ぐ方が楽しいけど、一色の場合はこうムラになりやすいんで、もう均等な色を作りたい、手紡ぎで均等な色を作りたいんだったら、未染色の羊毛の状態で紡いで紡ぎ終わってから染める方がいいですね、多分。いや、多分そうですよ。私やったことないけど。まあ、そういう学びがありました。めっちゃ可愛い。ただこれ、楽しくて楽しくて、どん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 編めちゃうんで、どん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 この手紡ぎの糸が なくなってくるのが早いんですよね。もうすごいしめ数。もうすっごい、マーカーめちゃくちゃ入れて、絶対に間違えないようにしてます。もう戻りたくないんで。なんで、これを紡ぐのも忙しいし、シルバーさん紡ぐのも忙しいし、スコットランド人店主に、あとこれ 50g 分ね、紡ぐのも、忙しいです。で、紬って本当に眠くなっちゃうんだよね。音が心地よすぎて。あっという間に寝ちゃうんだよね。だから本当10時とかに眠くなって寝ちゃってみたいな。10時、11時とか。ああ、もうね、どうすればいいんだろうね。眠気、ミンミンダハとか飲みながら紡ぐしか。もう仕事じゃないんだからさ。
そんなに一生懸命にやんなくてもって感じよね。で、これは、歯医者さんの受付のお姉さんに編んでます。歯医者さんの先生じゃないですよ。先生には編まないですよ。受付のお姉さんに編んでますから。編み物、お姉さんも編み物するみたいで、私の靴下見て感動してくれてたので編んでます。もう久しぶりにこのメリアスのね、編み物、メリアスのもの編んでて、もう何も考えなくていいからやっぱ楽しいですね、これはこれで。なんか歯医者さんといえば、なんか今ね、世界で初めてね、歯を生えさせる薬を開発中らしいよ。で、なんかの YouTube かなんか、ラジオかなって聞いたんですけど、だからそれが実現できれば、もう虫歯とか全部放置しといて、たまりにたまって虫歯がたまりにたまって痛いってなって治療するときに、なんか全部虫歯を抜いて、その歯が生えてくる薬をつけて、歯を生えさせるみたいなことがね、可能になるかもしれないとか言ってね。だから歯医者嫌いの人にはいいニュースっていうのをなんか聞いたんですけど、もう何でもできる世の中なんだなって思いました。でも私ね、歯医者は別に、歯医者行ったらすごい清々しい気持ちになるから、行くまでは緊張するけど、歯医者好きっていうか、まあ行けるって感じですよね。定期検診は絶対行ってんですけど、4ヶ月一遍ぐらいで行ってんだけど、4ヶ月前に虫歯になるんで、私は。なんでこんな虫歯になるんだが、毎回4ヶ月後に新しい虫歯ができてて、いつも治療して終わって、また4ヶ月後治療して、みたいな。めっちゃ歯ちゃんと磨いてんのにだよ。フロスもしてちゃんと磨いてんのに、なんかすぐ虫歯になるの、なんでなんだろう。そんなさ、お酒は飲んでるけどさ、ジュース飲んでるわけじゃないし、ジュースなんかもう全然飲まないのに、常に水なのにさ、まあでも甘いもの、もうお菓子とか食べちゃうけど、でも歯磨きしてんのにちゃんと食べたら、まあいいや。なんか勝手にボーダー柄になってきて可愛いんですけど、受付のお姉さんはピンクが好きっつってたんで、履き口とかかととピンクにしようと思います。あと全然どうでもいいんですけど、この前さ、アッコさんのライブ配信で、ポテチの話になってたんですよ。ポテチ食べながら、アッコさんが編んでて、そんでみんなポテチの話になって、何だかが美味しい、何だかが美味しいってなってて、なんかポテチってあんまね、
買ったことないんですけど、あのポテチ食べながらお酒飲みながら編むの最高だろうなと思って、あのいろんなねポテチをあの最近目に留まってて、そしたらこの前さ、もうなんとさ、お客さんがさ、この北海道のね、何？ジャガクリスピーなんかくれたんですよ。マジタイムリーすぎると思って、またこれ引き寄せちゃった、私がさ、あのポテチ、あ、もうすごい食べたい食べたいと思ってて、すごいなんかたまには高級なポテチ買ってみようかなって、あのアッコさんの動画を見て、ちょっと普段買わないね高級なポテチ買ってみようかなって思ってた時に、あ、なんかこの高級なポテチをいただいちゃいましてね、お客様から。北海道が実家に、ん？実家が北海道にあるみたいで、すっごいと思ってびっくりして、ありがとうございます。これ6袋入ったやつがねあるんだけど、もう秘密の、あの旦那さんがすぐねなんか食べちゃうからね、目離すと、なんか私の秘密の隠し場にあの隠してます、これ。あとね、これ見て、ジャガポックル、これもね、あの私がこの前駅でたまたま自転車乗った時に、駅のさなんか物産展みたいなやつやっててさ、なんか北海道フェアみたいなのやっててさ、なんかタイムリーすぎるでしょと思って、あのこれも買いました。なんかね、いっぱい棚にね入ってたんだけどね、ポンちゃんいっぱい棚にこれが積まれてたんだけどね、瞬く間にどん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 みんな買ってって、全もうなくなって棚から、でまた棚いっぱいに補充されて、またなくなってみたいなのをすごい繰り返してて、と思って、もうさ最高じゃん。そんでさ、これも一緒にさ売られてたロイズのチョコがけポテチ、買うしかないじゃんこんなの、買うしかないよ。やばいけどね、これなんか 100g あたり600カロリーあるけどね、でこれ 190g 入ってるからだいたい1200キロカロリー、これ全部食べたら。まあいいよね、一気に全部食べなければ、もう最高じゃん。これもあのもちろん隠し場に隠してます、もう最高だから。あのポテチ、高級なポテチがすごいね今お家にね集まって嬉しいし、これからも北海道フェアがあったら、あのでも北海道フェアがあってもね、ジャガポックルが売られてることあんまないと思うんだよね。なんか なくて、私が今まで見てた北海道物産展には。かわいいポンちゃん。だから嬉しかったし、なんてタイムリーにまた引き寄せちゃったんだろうと思って、あのポテトが、北海道のジャガ、北海道のポテチが集まりました。なんかすごい神々、今日めっちゃ嬉しい、大切に金庫にしまっておこうと思います。こうやってね、なんかね横にねなって、ね、もうこの状態ってすぐ立てない状況じゃないですか、この寝方って。だからすごいね安心してる証拠なんだって。なんかよく夢をね見やすい体勢なんだって、これはノンレム睡眠。穴ぼこ掘ってこう寝床作って、穴ぼこみたいの掘ってガリガリして、そんでなんかくるんって寝る時があるんだけど、その時はレム睡眠で熟睡してる時なんだって。あとへそ転してる時とかは
レム睡眠で熟睡してる状況なんだって。普通に伏せして寝てる時、すぐ立ち上がれるような状況で寝てる時はあんま寝てない、なんか小休憩みたいな時らしいです。安心しきってます今は。よかったね。そんな感じでございますので、あの5月30日はちょっと中止になって、6月6日に編み替えします。で、あの営業時間とか営業日はあのコミュニティにも、カレンダーの画像をアップしたので、カレンダーのバツ印がついてる日はあのお店お休みなんですけど、バツ印がついてないところはあの一応私がいますので、覗きに来ていただければと思います。はい、そんな感じでした。ご視聴ありがとうございました。